幕張新都心、イオンモール幕張新都心イオンモール、幕張新都心は、千葉県千葉市美浜区豊かさ一丁目に所在する、イオンモール株式会社ウニエのモール型、ショッピングセンターである。イオンモールの基幹店に位置づけられている。立体駐車場を含む、延べ床面積は、大型ショッピングセンターの中でも日本最大規模である。 メッセ大橋歩道橋より2013年12月20日、幕張新都心拡大地区に開業した。幕張新都心はイオンの本社も位置しており、イオングループの本拠地とも言える地域である。立体駐車場を含む、延べ床面積は約40.2万平方メートル、店舗面積は約12.8万平方メートルとなる巨大ショッピングセンターである。ただし、 施設全体を統合して考えた場合、埼玉県越谷市のイオンレイクタウンが日本最大の店舗面積を誇るショッピングモールである。幕張新都心拡大地区は1989年に編入されて以来整備が進められており、2010年、豊笠地区の未利用地8区画約18.3ヘクタールを早期に活用するため土地利用を見直し、オフィス用途から 企業ニーズに合う商業用途に変更した。同年9月から一括開発をしてくれる事業者を条件に工房再開し、12月にイオンを進出事業者に決定。2013年12月にはイオンモールの基幹店として開業した。敷地の一部は20年間の定期借地契約となっている。設計、試行は株式会社大林組。 株式会社体本組の共同企業体。施設内は、グランドモール、ファミリーモール、アクティブモール、ペットモールの4エリアから構成される。なお、温泉施設が設けられる予定であった、スパンド・ビューティーゾーンは駐車場となっており、計画が一部変更されている。北側の敷地では、過去に、詐欺沼貨物駅の設置が予定されており、 建設途中で途切れた高架橋が現在も残る。付近を走る JR 京葉線の新駅設置について2018年4月にイオンモール、千葉県、千葉市、東日本旅客鉄道の4社で合意がなされ2023年春の開業を目指している。将来的に鉄道駅を作ることを見越してバスターミナルも作られている。 2020年3月にリニューアルオープンを迎え、広報番組として、千葉テレビにて、幕張ポート、インイオンモール幕張新都心を、第3月曜21時55分22時に放送。インスタイルと350の専門店を有する。詳しくは、イオンモール幕張新都心ショップリストを参照。カンドゥイオンモール幕張新都心は、カンドゥの日本第一号店となるなど、 日本の一号店やセレクトショップ体験型の店舗を充実させるなど集客の工夫が施されている。吉本工業との提携で開業と同時にオープンした劇場。グランドモール3階にあり、席数は1階席206、2階席95。マクハリセブンスターズと呼ばれる若手芸人を中心とした平日夜のライブスペシャルや夕方の生配信ライブ。 爆破り、週末、ネタライブなどが行われる。2015年からは、トレンディエンジェル主催による音楽イベント、ヘアートニックが毎年開催されている。2013年から2014年にかけて、中京テレビ制作 NNSK28 の29局ネットによる生放送特番、日本で一番早いお笑いバトル。 吹っ飛んだ大決定戦のワイルドカード決定戦を開催した。鉄道バス高速道路大型ショッピングセンター4グループの商業施設。ありがとうございます。